ショートソングは、マスノ・一による日本の小説。カフェブームによる青春短歌小説、短歌な二人を、解題、過筆修正した作品。後に、小手川優により漫画化された。マスノ・一にとって、初の長編小説。携帯ライビダー小説において、2005年12月26日から2006年2月8日まで、携帯雑誌座読書において、 2006年5月1日から2006年8月24日まで連載された。全100話。連載時のタイトルは短歌な二人。主人公二人の視点を通し、奇数話を僕パートとして短歌なチェリーボーイの物語を、偶数話を俺パートとして短歌なプレイボーイの物語を一話ずつ交互に一認証形式で描く。作中で、 登場人物の作品として読まれている短歌は、マスヤ本人や、マスノコウイチの簡単短歌ブログ投稿者をはじめ、すべて実在する歌人の作品であり、巻末に引用短歌としてまとめられている。書籍化に際し、工藤勘九郎が解説短歌を寄稿。携帯ライビダー小説第2弾として開始された本作は、ライブドア事件をはじめとする、もろもろの事情により中止され、 その後、携帯雑誌座読書に移って、再開、集英社文庫より書籍化された。マスのコ一の簡単短歌ブログと共に、携帯ライビダー小説でも、読者から短歌を募集し、優秀作を作中に登場させる予定であったが、連載中止によって、携帯ライビダー小説応募作からの採用は、実現しないままとなった。当初は、カフェブームという筆名で佐々木アララと、 共同執筆していたが、携帯ライビダー小説での連載中に、佐々木が体調を崩し、途中からマスヤの単独執筆となった。携帯雑誌座読書での連載再開後も筆明は継続使用されたものの、佐々木本人の意向もあり、書籍、ショートソングでは、佐々木は企画、執筆協力としてクレジットされ、著者はマスヤのみとなっている。 美男子だが、チェリーボーイの大学生、国友勝ツは、憧れの先輩、スノウチマイコに訳もわからず連れてこられた歌会で、メガネが似合うプレイボーイの天才歌人、伊賀勘介と出会う。国友が生まれて、初めて作った短歌に、その才能を見出した伊賀。伊賀に才能があるからと勧められ、短歌を始めた国友。短歌を通じて知り合った。 対照的な二人の創造しい日々が始まった。舞台の中心は吉祥寺。作中に登場する飲食店は一つを除いて全て実在する。小手川優愛による作画でスーパージャンプにおいて2007年8号から2007年24号まで連載された。全17話。単行本はジャンプコミックスデラックスより全2巻が刊行された。 ありがとうございます。